あ、そろそろ OK?OK? じゃあ、キーさんそろそろ OK?OK?OK?、OK? OK? OK? はい、じゃあ、ぼちぼち、すいません、長らくお待たせしまいました。40分遅れではありますが、神奈川 VS 千葉、はい、39号対抗戦、39号対抗戦、はい、ここまで本当に長かった。さあ、ちょっとこれからもおそらく長くなるとは思いますが、多分6時間予想してます。予想してますが、始めたいと思います。さあ、大会を始めるにあたって選手宣誓が必要だ。いるの？ハメ王様のスピーチが始まる。世界で有名なハメ王様の。これか。さあ、じゃあハメ王さんの選手宣誓お願いします。はい、皆さん拍手。はい、どうも、選手の皆さん、観客の皆さん、本日はお越しいただき誠にありがとうございます。いろんな困難があった中、どうにか開催までたどり着けることができました。本日は皆さんの普段の力を発揮して、最高の対抗戦をできればいいなと思っております。それ選手の立場の言葉じゃないよね。で、まあ、私一個人としてちょっとこの場でどうしても言いたいことがありますので、ちょっと千葉の方数人にちょっと言わせていただきます。はい、千葉の方ご拝聴。おい、悪、お前前回はな、お前に負けたがな、まぐれが二度続くと思うなよ。 お前3回ぶっ壊しただけじゃねえかよ。あるはやげ、あんま覚えてないです。すいません、覚えてない。覚えてない。まあ、その程度ですね。覚えてない。まあ、ね、はい、じゃあ他には何か、他には誰かいんの。はい、生嘘、生メソ、生メソさん、残った人やった場合じゃねえよ。生メソさん、あんたのね、コパハリテと俺の100巻どっちが強いかはっきりさせてやるや。あ、覚悟して待ってろ。ちなみに100巻近いの俺、正直 100% です。1回しかやってないけど。あと他はありますか。あと誰かいんの。大丈夫。あとはこの動画を見てるかもしれないフェンリル。フェンリル、フェンリル見てんのか。はい、人のことを大竹しのぶに似てるとか書き込みやがって。はい、おかげですげえ美味しいじゃねえかよ。ふざけんなよてめえこの野郎。さあ、じゃあそろそろ始めましょう。はい、どういう先生なのかいまいち覚えてないんですけど、はい、まあ、羽生さんとりあえず掴みをもらったところで、はい、じゃあ、出場選手発表。神奈川1人目残機団誰。はい、KSK さん1人目。さあ、配信に構ってそれどころじゃないっていうあれなんですけど、ちょっと30秒待ってて。じゃあ千葉川どうぞ発表。千葉川誰だよね。おめえだよと。ちょっと待って、墓の方どこやったっけ俺。さあ、じゃあ先方とかで言っても、もう予想できてんだからさ、君の場合は。昨日最後の勝負やったんだって。みんなに少しレイプされながらさ。さあ、夢のサード勢対決ハテナみたいな形なんでしょうか。さあ、迎えるは神奈川側、ソーシャン圭介。さあ、不敗神話これから39打で始まるのか。39打で始まるのか。さあ、ちなみにね、昨日筐体のセッティングをしているときに、KSK さんの4勝、1分けだそうで。あ、はい、じゃあ一言どうぞ。あ、どうも、ソーシャン KSK です。拍手。ちょこんな、なんていうんですかね、皆さん強いところに僕みたいなもんが呼ばれて、非常に光栄なんですけども、ちょっと一つだけ言いたいんですけど、はい、昨日寝てないんですよ。寝てない。昨日寝てない。とりあえず昨日寝てないので、頑張ります。はい、寝てない。よろしくお願いします。さあ、ピロさん、なんか返すことあるの。なんか
ですね、僕、昨日まで12連勤して帰ったのは朝5時で、しかも明日から仕事を1週間帰ってこれないんですけど、仕事やってない僕もまあ結構きついスケジュールの中、全然仕上がらない派なんでどこまでいけるか、まあ、そういうグダグダの戦いが今回の見どころなんじゃないかなとか、頑張りましょう。頑張りましょう。さあ、記念すべき39-39第1試合、神奈川側ソーシャン圭介、緊張する。そして千葉側スーパーストリートファイター4ピーノ。さあ始めますよ第1試合。さあこれはどうなんでしょう、生メソカード。さあ記念すべき第1試合始まります。さあウルコン選択はピノーさんはウルコン2を選択。さあダルシミの奥さんがいるステージを選択したとのこと。さあソーシャン寝てないコストのことですが、まあ梅原はね寝ない方が調子出る中で行きましたから。さあどう出るか。さあ記念すべき第1試合、さあピノの動きがどの程度仕上がってるか。さあかなりグダグダっぽいスタート、かなりグダグダっぽい。さあホイール交換選定を、金銭名はめくりからトルネード正面。さあ今度それっぽい。さあこの辺りは家庭をしっかりやってるが、さあところどころでお笑いの要素を組みつつしっかりトンネルケースケ戦うことで全てが。さあ1チャンの目取ったのはケースケ。さあ血祭りにあげるはずの39人。さあ1人目はまずはピノ。さあここから今度は裏回ってちょっと下った。さあここはごま投げ暴れて置き攻め。さあ今日非常に多いですね投げすかり。さあ下り下りあかんの地上で固めるが EX で投げ返して、さあ後ろ上げオイルを抜いて、さあネタっぽいぞ後ろ投げて、さあ勝利のエルコン刺され。さすがケースケ。さあできる男かっこいい。ちょっともうガッツポーズしてこっち向いて、ちょっとドキッとしちゃいました今。マジこれ、この後どんなテンションで実況していいかよくわかんないですけど、はい、はい、じゃあこの後、いっか、はい、ありがとうよ山盛りタン。あ、下がる。はいはい。さあ、あと38人、あと38人、あと38人。はい、38人。でもすいません、もう一度言っておきます、寝てないです。そうしたら寝てないです。芝川3回やった対抗戦の中でこの山盛選手最多勝選手です。バカてめえバカてめえジャンパーなのにギダギダで芝。さあ、じゃあ、ケツ君、殺してください。はい、スタート殺してください。はい、ポジのホームに変えると、これ山盛りやってます。序盤の見せ場が早くももうこの2試合強すぎですね。相手が戦意喪失してたな。さあみんなちゃんとねカードを差し間違えても自分の使用キャラが出たのを確認してボタン押してくださいね。はい、
はい、じゃあ俺ですね。はい、山盛りだ。ここで決めなきゃ女が去る。スイートピケネットです。わかりません。なんだかんだ言うとこの山盛りは強いです。波動拳、波動拳は何年でもいけるけど見せてくるか。さあこれでわかんない。はい、どっちで弾が強い。なんこれ、なんだよ、気をつけれ。弾が強いのか。どうしよう、寝てなさすぎ、寝てなさすぎ、やばい。強い、ずっといきます。ない、違う、強いんだけど。ここだ、見えた。すげえのこれ、止まんない止まんない、山盛りガンガン。最多勝選手、このキャラ強くないですか、なんか。ハカが弱いだけ。いやちょっと寝てなさすぎですね。ちょっと寝てなさすぎましたね。ちょっとすいませんでした。 ありがとう。さあ、まあね、あのソちゃん、大事な配信のお仕事があるんで、まあ、お仕事優先という形で空気、ね、大事なことですか。いいですね。まあ、フリキャラだからしょうがないですよね、これ。あ、いや、両手今折れてましたよね。あ、一応、今ちょっと治りかけなんですか。右か左の肘が確か悪かったとか。両手です。両手。両手。はい、両手。はい、いやさあ、やっぱりね、最初は、ダンダの、ハカンダの、そういうところなんですね。さあ、男ハカン。ハカンとしては、まあ、これでもね、キャラランク10位内に入ってるはずですが、メインキャラはベガーですよ。ビビ4万超えています。さあ、小田原勢からの参戦、小野川君。さあ、黒光りするゴキブリから。さあこのね、組み合わせどういう形なのか、どっちが有利なのかっていうのはありますが、スライディングが使ってしまう体型かな。さあ、イエクトランク投げが入って、画面足は着弾球強い。こうなるとハカンがガードをしなきゃいけない。さあ、強気のね、フル投げの選択者が見せましたが、セビから投げはしっかりガップ。セビスライディングで反対横に逃げた。さあ、スライが入ると、さあこれが五色スライディング。さあ、空投げ入ると油を塗って、駒投げ入って、さあ、お攻めに行く。さあ、エルコン書いて、さあ、補正はどこで。さあ、死なず。しかし、破壊はこれは、さあ、気合の勝利。いや、交流、ごめんなさい。さあ、2ラウンド目。さあ、ゲージを使ってしまったが、ゲージとの反撃からではないが、さあ、スライから、今度は逆に投げに行ったが、スタってしまう。グラップで、ダイバー入って、ダンクが割れてしまうが、さあ、ダンクからのね、ちょっとセットプレーがかなり厳しそうな印象ありますが、スライディングがうまく逃げる。さあ、入って、スライディング、アタックで、さあ、お攻めは、組織、しかしこれは、沈んでしまう。さあ、まだ体力は4割。さあ、エルコジャー入れ、おエルコさん。さあ、どこまで。さあ、ダウンは瀕死。EX 油はある。コマ投げ。おやじ。さあ、弱キャラ同士の対戦とは思えないやつだ。さあ、しっかり読み合っての感がありますよ。
さあ、油抜け。下から食う。投げが読んでる。3回転。食う投げを使って。さあ、片目をね、どうやってしのいでいくか。ダウンはザクマリク、非常に優秀。EX ダウン、とても優秀。さあ、投げが入る。さあ、油を塗る。もう一回塗る。割れてしまう。さあ、貝殻裏に回ってもう一度投げ。さあ、山盛り怒涛の攻めが続いていくが、さあ、油に逃げ掛け。ダイニング入ると、押す攻めは星木は裏配信。さあ、投げる。さあ、奥攻めに行く。さあ、それっぽいぞ。しかし山盛り2連勝。ぶっちゃけ僕はケースに負けましたが、ボクセルとロジャーが生きたと思うと嬉しいです。ちょっと生きた、ありがとう。さあ、神奈川どうする次。はい、オッケー。はい、じゃあ龍二、さくら。さくら、さあ、やったことない。でも、いや、お題お題、神奈川ダウン出してすごい多いんだよね。いや、溝の口しかいないんですよ。いや、でも溝の口でも遠征すればできるじゃん。それはそれすら。さあ、リュウジさんにダンの対戦経験はどこまであるか。さあ、試合は4試合目。はい、今37対38です。さあ、2対1で、千葉側がリードという言い方が正しいでしょうか。ただ、シーソーゲームは相変わらずですね。さあ、龍二さくら、横浜にはセブンアイランド、バソビアード、2つの経験ありますが、バソビアード勢ですね、この方。さあ、ダンク入る。大きい攻めは中盤、ジャックダンク。さあ、ダウンはある程度追い打ちまで決まって、投げる、投げる、投げ返すと、シュープ打ち返して、さあ、天の勝利。さあ、ちょっとこれは助けてしまう。さあ、おい、山割り、お前、スパイに来てなんだよ、それ、お前。さあ、先日の神奈川の代表との対戦会、唯一スパイしに来た男。神奈川勢どうなんすかって、飲み会で盛んに聞いてましたが、こういうことが山盛り。さあ、飲み会で楽しみつつ体勢もしっかり。さあ、インシーブ入って、お攻めは裏に回って氷で返す。さあ、めくりっぽい、ちょっと怪しい。投げが入る。さあ、レイさん、ちょっと自分のペースでまだいけてないか。一番の取り返し最高で。さあ、この辺りは大会予定か。投げが入る。4、3立て。山盛り3立て。なんだかんだで対抗戦最多勝ですからね。さあ、どうしますね、神奈川。さあ、1分以内ですよ、1分以内。誰か、俺がみたいなのもいいですよ。クロスさんがなんか下舐めずにしながら見てるぞ。クロスさんが下の名前で見てる。さあ、クロス行こうか。クロス、何、団対決。さあ、団対決、挑発対決始まるぞ。しかもこれもしかして問題児対決じゃないですか。かもしれない。問題児対決できる。さあ、アルキング講演会のガン。なんか言いたいことだったらマイク使っていいですからね、その前の。はい、言わないんだ、言わないんだ。スーパーストリートファイター4アーケードエディション。さあ、美蔵の口の団王国の神奈川団代表クロス。さあ、挑発対決となりまして、いかに美しく挑発を決めることができるか、この辺りの対決もあるのか。さあ、開幕いっちゃう、いっちゃう、いっちゃう。さあ、行くのか、裏切りか、行くのか。